ドラえもんのび太と不思議風使いは2003年3月8日に公開されたドラえもん映画作品及び岡田康則によって漫画化され月刊コロ,コロコロコミック2003年2月号から3月号に掲載された大長編ドラえもんシリーズの作品映画シリーズ第24作大長編シリーズ第23作特集記事が 月刊コロ,コロコロコミック2002年9月号から2003年4月号まで掲載された。同時上映はパスカルパスカル、パスカルザ・ムービー・パーマン。本作はテントウムシコミックスドラえもん第6巻に収録される短編作品台風の風邪を原案としている。ただし原案としての引用はキーキャラクターである風子や大まかなストーリープロットのみに止まっており、作品の舞台。 設定などは完全なオリジナルとなっている。原作の短編作品を映画作品としてブラッシュアップし公開するという形式で作られた映画の一つ。ドラえもんのび太の大魔教と同様に物語の舞台は現代の地球上の秘境とされている。秘境のキャラクターたちの名称や服装などはアジアのモンゴルやチベットあたりを秘境のモデルとしている。 ドラえもんのびたと銀河町特急と同じくスネ夫が敵に体を乗っ取られ一時的にドラえもんたちと敵対する。だが登場当初から風光をのびたから奪おうとしたりと他のレギュラーキャラクターたちと異なる不穏な行動をとっており悪の心から目を覚ました後も村人たちから悪人と誤解され逆に悪役たちからは崇拝されるなど終始スネ夫の扱いが得意である。 制作当時、のびた役の声優、小原のり子の長年飼っていた猫が、既得に陥っており、のびたが風子を失う場面では、小原は風子に、愛病の姿を重ねて号泣していたという。結局その猫は本映画の初日舞台挨拶の後に、亡くなったことから、小原はのびたが風子の最後に呼びかける姿は自分、そのものだといい、本映画を、ドラえもんのびたの恐竜と並んで印象深い。 作品だと語っている。本作と自作ドラえもんのびたのワンニャン時空伝の主題歌は映画上映までに t v シリーズで使われたエンディングテーマを選抜する形となっており、担当歌手が声優としても出演している。この作品より制作方式がセルガからデジタル彩色へ全面的に移行した。また作画監督がドラえもんのびたの宇宙開拓史以来、 担当し続けてきた、富永貞義から渡辺歩美へと交代となり、キャラクターのタッチも大きく変化した。渡辺は、創作画監督を担当。作画監督は、各、金子、藤森、柳田の4人が担当している。なお、富永は、平営作の、パスカルパスカル、パスカル,パスカルザ・ムービー・パーマンの作画監督を担当している。また、音響も、 本作からドルビーデジタルサラウンド EX に更新されている。公開当時、試写会用に間に合わせで作成された未完成版と、その後完成した正式版とが混同して、全国で上映されていた。未完成版と正式版との違いが顕著に見られるのは、作品後半で、ストームが正体を表し飛行船に乗って後方へ、退くシーン。 正式版はハッチを閉めながら尻くが、未完成版は編集ミスにより、ハッチが開いたまま尻き、突然閉まるようになっている。劇中で登場する巨大ダコ、ドラ、で、カイトは、本作の公開を記念して、実際に畳40畳分の巨大ダコとして、制作され、東京武蔵野市の武蔵野カイトフェスティバルに参加して、話題となった。雑誌、藤子、F。 富士をワンダーランド僕ドラえもんの市場で開催された特集記事ドラえもんなんでもランキング輝けドラデミー大賞の映画部門ではベスト作品賞グランプリを受賞台風一家の朝のびたは台風の子供と出会い風子と名付けて可愛がる翌日ドラえもんのびた静か風子の4人はどこでもドアで大草原に遊びに行きそこで未開の地である風の村に行き着き 風の民であるテム人たちと仲良くなった。スネオはフーコが自分の家の庭で生まれたことから自分のものにしようとし、フーコにひどい目に合わされたジャイアンを味方につけてやってくるが、ジャイアンはフーコと和解してしまう。帰宅するドラえもん一行であったが、フーコを諦めきれないスネオに、風の民と対立している嵐族の古代の長ウランダーが憑依 乗っ取られたスネオは、嵐族と共に風光を奪おうとする。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。